いつもビデオをご視聴いただきありがとうございます。今回のビデオはサイドバー、それを使った天井収納と垂直ポールパイプについてご紹介したいと思います。よろしければご覧ください。まずサイドバーについて。サイドバーは車の室内の両側に取り付ける長いポールのことです。私はこのポールにハンガーやルームランプをつけています。サイドバーのみでも有効利用できますが、2本のサイドバーの間に2本のパイプを取り付け、ワイヤーラックを取り付けるととても便利な天井収納が簡単に完成します。限られた室内スペースを有効利用できるので、車中泊をされる車によくついています。室内の床に仰向けで寝ている時、サイドバーがあると腕の力で上半身を起こせる介護用手すり的な利用もできる、私のような老体にとって非常にありがたいアイテムです。サイドバーの取り付け、必要な部品は前回の床張りの土台でも使いました長さ180センチのフレームパイプを2本使います。特に切断する必要はありません。あとは車用ルーフキャリアバーイレクターパイプ、取り付け用アタッチメント、メタルジョイント、備考欄に商品リンクを貼っておきます。今回はサイドバーにはアルミフレームパイプを使いましたが、イレクターパイプを使うことも可能です。まずイレクターパイプ用アタッチメントの取り付けから始めます。アシストグリップ用のクリップ2箇所を外します。それから後方にありますこの内張りのクリップも外します。私の車は内装剥がしを使っても経年劣化でうまく取れません。結局ラジオペンチを使いクリップを取り外しました。外したところに取り付け用アタッチメントを左右同じように合計6箇所に付属のネジで取り付けます。取り付けたアタッチメントにメタルジョイントを使い、アルミフレームパイプを取り付けます。このメタルジョイントはイレクターパイプ用のもので、ジーファンのアルミフレームパイプには少し小さなサイズになります。ですので少し隙間が空きますが、特に問題はないようです。これでサイドバーの取り付けは完了です。作業時間は10分ほどで完了します。天井収納、サイドバーにGファンの細い S タイプのアルミフレームパイプをクロス金具を使い取り付けます。クロス金具はGファンのクロスコネクタ NS という部品で、サイドバーで使いましたノーマルサイズの N シリーズのパイプとスモールサイズの S シリーズの異なったサイズのパイプをネジ1本でクロスで取り付けることができる金具になります。取り付けました細いアルミフレームパイプに折り曲げたワイヤーラックを移動できるように
インシュロックで緩く取り付けます。これで2つの寝袋が簡単に格納取り出しができる天井収納が出来上がりました。作業時間は15分ほどで完了です。垂直ポールパイプの取り付け、後部の棚板とミニギャレー用にサイドバーから床板に垂直方向にアルミフレームパイプを取り付けます。下側はイレクターパイプ用のパイプスタンドを使い、床板にネジで固定しています。このイレクター用パイプスタンドはアルミフレームには少し小さいので、切り込みを入れ少し広げて使っています。もしもう少し綺麗に仕上げたい場合、Gファン用のスタンドコネクタを使うと綺麗に仕上がると思います。概要欄にリンクを貼っておきます。取り付けた垂直パイプを使い、後部の棚板とミニギャレーを取り付けます。パイプ1本に1箇所の固定ですが、就寝時に15キロ程度の冷蔵庫等を置いていますが、特に問題はありません。またこの垂直ポールがあると、カーテンをマジックテープで留めるときにも便利です。以上がサイドバーとそれを使った天井収納、垂直ポールパイプについてのご紹介でした。次回はカーテンと簡易ギャレーについてご紹介したいと思います。もしよろしければご覧ください。チャンネル登録していただけますと新しい動画更新が確認できますので、もしまだの方は登録のほどよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。長時間ご視聴ありがとうございました。